はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人パーティーゲームです。はい、今回は前回に引き続きまして、ゲームブログヨッシーの愚痴の管理人ヨッシーさんと対談ラジオをしてまいります。ヨッシーさん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、まあ、引き続きということで、はい、まあ、喉が枯れない程度にいろいろお話ししていただければと思います。はい、はい、大丈夫です。はい、私がちょっと若干喉枯れ気味なんで飲んだらどうじゃないですか。飲んでますよ冬に喉枯らくなってるのちょっとやばいっすよ。多分エアコン効かせすぎあ、エアコンで温めてるんですか。部屋温めてますね。あ、ちょっと今日寒かったので、朝がこっちね、エアコンで温めようとするとやっぱ逆にお金かかっちゃう。やっぱ油燃やすタイプじゃないと。はいはいはい、辛いんですよ、雪すごくて。あ、そうですね、雪、そうですよね本当にこちら全然もうちらほら降る程度でしかないので、全然もう3車線の道が 1.5 車線ぐらいになってるんで。ああ、なるほど。いや、本当に本当に、いや、もう大変ですね、本当に。マジ大変ですよ、はい、そんな、まあね、そんな大変なのに私の方はぬくぬくとエアコンでぬくもんって言って本当に申し訳ない感じですけど。いや、こっちもぬくぬくですよ、結構油使って。はい、今ね、寝巻き戦が出てるかもしれますけど。はい、まあ、風邪ひかないのが全てだと思うので、はい。そうですね。それさえ気をつければいいと思います。そう、風邪ひかないで元気よくゲームを遊べれば。本当にそうですね。そうです。元気よく遊びたいです。はい。まあ、ついでにラジオも元気よく話したいですので。そうですね。はい。まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、ちょっとテンション上げていきましょう。上げていきましょう。はい。まあ、そんなテンションを上げていくにふさわしいかもしれない、はい、テーマということで。まあ、モンスターハンターシリーズの話をちょっと。ああ、テンション上がりますね。いいですね。していきましょうかね。はい。まあ、最近ですと 3DS でモンスターハンタートライジン、はい、発売されました。はい。どうです？もうがっつり。楽しんでらっしゃいますか？いや、まだ、それでも105、60時間しかやってないんです。十分だと思いますけどね。1ヶ月しか経ってないですからね。いや、でもどうですかね、その 3DS でフレンド登録なんかしてる設定次第では、このフレンドが今何のゲーム遊んでるって見れるじゃないですか。そうですね。で、まあ持ってる方はわかると思うんですけど、ハンターサーチを切ると、まあそれが通知されるんですよ、他のフレンドに。はいはい。ハンターサーチ使ってるとそっちに電波使っちゃってるみたいなんで。ああ、なるほど。あ、その周囲ではなくてってことですか。そうですね。なんかそれっぽいですよ。なんか周囲を探すのに電波使っちゃって、なんかネットには繋がってないと思うんですけど。はいはい。多分その、まあ自分とフレンド登録してる人、またモンハンやってるよ、みたいな。ブロックがハってさ、みたいな。でもフレンドリストを見てると、ほとんどそうですよ、最近は。モンスタートライジー、モンスタートライジーって。いや、並んでますよ。そう、ブログの更新サボってるのそうなんですよね。モンハンやんないといけないんですよ。大変なんですよ、こっちも。はい。忙しいんです、僕も。忙しいはいいですけど、楽しんではくださいね。いや、楽しんでますよ、そら。ああ、ならいいです、ね。で、楽しく。忙しいなんて言いますから。いや、その、遊ぶのも忙しいの一つなんです。ああ、いいですね。人生遊びなんですよ。はい。人生適当でいいんですよ。適当でいいですよ。まあ、はい、逆に言うと、そのゲームに忙しいと思えることが幸せなのかもしれませんし。いやー、もうゲーマーのあれにつきますね、本当に。はい。一人最高みたいな。そこはまあ、どうかわかりませんけど。まあ、本当にヨッシーさんも、モンスターハンター、いろいろ、まあ、今回のトライジン限りやつ、はい、多分、たくさん遊ばれてきたと思うんですけど、まあ、このシリーズ作品の、まあ、どういうとこがすごいとか、面白いとか思いますかと、言われて、どう答えますか。いや、その、なんだろう、その、なんだろう、何人かで、同じ目的に向かって突っ走るみたいな、協力でどうこうするっていうのは、割とないんですよね。少ないですね。割と。最近になっては、なんかちょっと多くなってきた気もしますけど、それは、今どちらかというと、モンスターハンターに刺激された部分が強いと思います。そうですね。その、まあ、パソコンの中のオンラインゲームなんかと、まあ、当たり前のスタイルなんでしょうけど、はい。やっぱそうじゃないんだよねっていうような。うん。その、まあね、昔だったらその64の場合は4人対戦でよく言ってますけど、はい。やっぱ対戦なんですよね。まあ、ほとんどそうですよね。なんかマルチプレイと言うと、対戦が今もそうですけど、そうですね、多数派といいますか、うん、こう対戦することに喜びを感じるっていうスタイルが基本になっているというか、はい、うん、だからそうなんでしょう。まあ何がすごいってやっぱそういうことに
協力して何かをするっていう、なんかありそうで、ありそうでなかったことをちゃんと真面目にやってるっていうか。はい。それをまあ追求してるということですよね。そうですね。まあ、比較的最近で言うと、まあスマブラなんかで、あの、二人で協力して、あの、100人ぶっ飛ばすみたいな。はい、ああ、はいはい。あったじゃないですか。なんか、あれ、みたいな感じもします。なるほど。まあ、私なんかも最近は、まあ、年を取ってきたせいかもしれませんけど、はい、あの対戦ものよりは協力ものがいいなというのは確かにありまして、うん、本当に年感じますねそれは。その対戦も面白い、協力も面白いなんですけど、そのなんてでしょう、はい、対戦ってその喜びに差が生まれるじゃないですか。どうしても。そうですそうですそうです。勝った人間の方がより喜べて、負けたらそれはそれでも楽しいけど、はい、でもやっぱりちょっとしょぼんとなっちゃうというか、やっぱりそうですね、人によってまた接待プレーじゃないですけど、そうですね、話をすることしないといけないのもありので、それがもちろんそのすごく絶妙で勝ったり負けたりってあったらすごい嬉しいんですけど、そうならないケースも多いですし、割とそのスマブラ弱い人なんで、はい、まあ、4人上手い人集まって遊んでると割と俺しょんぼりしちゃうタイプの、いやそれはもう私も正直そんな感じです。はい、そこへ行くとやっぱ協力プレーですよね。例えばモンスターハンターでもそうですけど、あんまりその遊んでない人でもその上手い人と一緒に行って強力なモンスター買って、はい、まあ、一緒に達成感を味わえるし、まあ、もう星ももらえてみたいなことで、そうそう、なんか何やっても無駄にならないんですよあれって、うん、すごい進んだ人がすごい、まあ、初期の、はい、を手伝ってもそれなりにちゃんとメリットがあるんですよ。常にお金に困るゲームなんで。そうですね、うん、だから上の人でもやっぱりそれなりにメリットあるんですよ。いらないの売れば結構なお金になったりするんで。そうですね。うん。なので、まあそういう意味では本当にその協力プレイとして、極みを作って、うん、それがまあ見事に当たってるみたいな感じですよね、今本当に。そうですね。まあ昔で言うと、まあ僕のあれでいくと、64のパーフェクトダークっていうはい。FPS が。はい、ありました。あれ、な最初のやつはまあ007って4人対戦、が基本だったんですけど、はい、パーフェクトダークになって、まあ、もちろん4人対戦もするんですけど、例えば4人で、その、他の敵ができたりするんですよ、人が。はい。NPC が。NPC が。で、はい、それをなんか、倒せみたいな。すごい強いやつが1人うろうろしてるのを4人で協力して倒すみたいな、あって、で、それでミッションみたいなのがすんごいたくさんあったんですよ。はいはい。それがなんか、モンスターハンターと似たような気持ちであの頃遊んでたなって気はします。なるほど。まあ確かに、お聞きする限りには似てますね。はい、うん。だそういうゲームが割となんか、ないよねって。まあ今ね、先ほどおっしゃったようにモンスターハンターが出てから、まあそういう刺激を受けたのか、結構そういう、はい、スタイルが出てきましたけど、はい、割となかったっすよね。なかったと思います、全然。で、なんだろう、だいたいそういう、まあ偽物だったらちょっと言葉乱暴ですけど。まあまあ、その刺激を受けて作られた作品ですよね。そうですね。で、そういうふうにこう、まあ、真似だったり、こう、参考であったりっていうことを、いう作品がたくさん出てるけど、追従を許してないっていうのはすごいですよね。それはありますね。うん、まあ、それだけ本当にその、モンスターハンターっていうのが、もう言うなればポケットモンスターぐらいのレベルのように、こう、ガラッと集まるべくして集まってきて、はい、まあ、逆に言うと、そこで一回、ユーザーのハートを掴んでしまえば、他の人間は逆にそれを上回らないといけないわけですから、うん、なかなか辛いところが。でも、うん、でもまあハートを掴んだモンスターハンターっていうのは、その分成果も上がって、その分お金がかけられるので、はい、もっといいモンスターハンターが作れちゃうみたいな。そうですね。まあ、それにかまけず、本当に常々、まあ、追従を許さないような作品を仕上げてきてるっていうのは。はい。その流れが作れてることがやっぱり非常にまあ、昨今では貴重な存在だなという今思いますね。そうですね。はい。まあ、まあちょっと話飛びますけど、まあ4番がもう出るよっていう話してましたけど。はい、4番、まあ。でもプロモーション見る限り、まあ本当にもう即席で作りました感が丸出しなプロモーションではありましたけど。はい。ね、本当になんかシステムのフルモデルチェンジかけるぞみたいな意気込みは感じたんで。はいはいはい。まあ、なんだかんだで新しいことには挑戦してるんで。そうですね。とかは仕方ないとしても。まあ、まあ、そろそろもう飽きられてくるよねってことは分かってるんでしょうね、きっと。そうですね。うん、なので。だから本当にね、その人気にかまけず、新しいことやるなり、追従を許さないというのはすごいと思いますよね。セールス的な話になっちゃいますけど。はい。はい、
そうですね。そういうのは本当に挑戦してほしいと思います。まあ私としてもなかなかトライし、楽しめてはいるんですが、はい、ちょっと刺激が少ないなと思うのも確かなんですよ、やっぱり。正直なところね。はい。そういう意味では、まあ単純にモンスターを増やしてほしいというのもあるかもしれませんけど、まあそれ以前になんか根本的な部分の楽しみっていうのをいろいろこう、はい、また改めて考えてほしいなっていうのはありますね。うん、そうですね。やっぱそれは本当になんかシンプルなことだけどすごい難しいことをちゃんとやってるっていうのはやっぱりすごいですよね。はい、そうですね。シンプルなことであっても当然誰もが教えてくれるわけじゃなくて、はい、自分たちで生み出さないといけないわけですから、そこら辺はやっぱりその開発者の手腕あってのことだと思います。うんうんうん、はい。さあ、まあそんなモンスターハンターシリーズ、まあ今は 3DS で、まあ、前回のお話でもありましたが100万本だと。はい。で、まあ主にモンスターハンターシリーズは、まあ、PSP でですね、まあ、プレイステーションポータブルで、まあ、非常に、まあ、大きく花開いたと。まあ、400万とか500万とか、本当にポケットモンスターに匹敵するレベルの、はい、成果を出せるようになったわけですけど、何が、まあ、要因でしたかね。それだけ大きく、ビッグになれた、きっかけといいますか、要因といいますか。まあ、当時ね、DS と PSP が戦ってた、ドギだったんで、はい、まあ、単純にスペック的に DS じゃ無理だったよねっていうのがあったと思うんですよ。はいはい。でもかといって、そのやっぱ携帯機じゃないと、あの連携感とかやっぱ出せないと思うんですよね。まあ、もともとね、モンスターハンターってプレステ2でしたっけ？プレイステーション2から始まった作品ですよね。で、まあオンラインゲーム的な感じで始まったじゃないですか。はい。で、まあそれでもいいんだけど、やっぱこう、付き合わせて目の前の人とこう笑いながら遊ぶっていうのはやっぱり携帯機じゃないと無理だよねっていうな。なるほど。その音声チャットができるとかできないとかじゃないんですよね、やっぱり。はい、はい。やっぱ目の前に相手いないと。それはもう本当にその通りだと思います。はい。まあ私も、伊達にパーティーゲームという名前ではないので、その辺のことは結構いろいろ考えたことがありまして。やっぱり、うん、一番はローカルでの、この、一緒にワイワイするっていうのが、はい、まあその、まあ悪い方かもしれませんけど、トランプでもそれでも楽しいわけじゃないですか。はい、ネットでやるよりかは全然、はい、ああ、すごいいい例えだと思いますわ。やってること同じなんだけど、やっぱネット上でやるのと目の前でこうカード見ながらやるとやっぱ違いますよね。全然違います。なのでそういうことだとはやっぱ思うんですね。でもっと言うならば、コアユーザーもそういう感覚を欲してるということだとは思うんですよ。はい。そういう意味ではモンスターハンターっていうのは本当にいい、こういいところにハマったっていうのはあるんですよね、その PSP に出たことで。うん、まあ、割と、流れは単純だとは僕は思うんですよ。あ、はい。じゃあ、携帯機じゃなきゃダメだよねって時に、じゃあ、携帯機が DS と PSP しかありませんよと。はい。じゃあ、DS じゃ無理だよねって時は PSP しかないよねっていうような。まあ、噂では DS でも作ってたとかなんとか言ったこと、いう話ありましたけどね。まあまあ、今となっても 3DS で出ちゃったんで、どうでもいいですけど。まあまあ、もう当然ね、すべての可能性を探るのはプロだと思うんで、当然考えるよねっていうのは。はい、まあそうですね。まあまあ、でもその PSP で出て、本当にその、目の前の人と一緒に楽しむということが、はい、まあ少なくとも PSP が出る前のモンハンでは叶わなかったと思うんですよ。うんうんうん。それが、まあやっぱり一番大きかったのかもしれませんね。なんかいつか、ヨシーさんもおっしゃってましたけど、ある方のセリフで、みんなと、一緒に遊ぶのが面白いのは当たり前だから、まあ卑怯だとかなんだとか、ずるいとかなんとか、みたいなことは言ってましたけど、うん、でも、まあやっぱりそれ、そう思えるほどに、確かな魅力を持ってるんですよ、やっぱり。目の前の人と遊ぶっていうのは。で、それを、意外とその、例えばプレイステーション系のゲームって、率先してやってるゲームってそんなに多くないので。ですね。うん、それも、なおのことをモンスターハンターが PSP で光った理由なのかなとは思ったりします。うんうんうん、はい、まあ、まあ、作る上でね、プレステ2で作ってたから PSP には持っていきやすいから、まあ、まあ、そういう話もあるんでしょうけど、はいはい、まあ、まあ、割と流れは単純だったと思うんですよ。そうですね、単純で、でも自然だったみたいな感じだったと思いますね、はい、本当に。うん、